はい、カメラマンの石山です。今日は12月の9日土曜日になりますけども、久しぶりにですね、この富士フイルム XE3 そして EF レンズフリンガーのマウントアダプターにつけて、1日撮影をしてきました。まあ1日っていうか半日になりますけども、レンズはですね、今これつけているのが 50mm の F1.8STM のレンズになります。そしてもう2本、24mm の F2.8USM のレンズですね。そして 35mm の F2USM のレンズになります。この3本をですね持って、家の近くっていうか、まあ、徒歩圏内ぐらいでずっとね散歩しながら写真を撮ってました。でその散歩の途中にですね、初めて出会った動物がいて、なんか犬のね散歩されてる方がいるのかなぐらいの感じで見てたんですけど、なんか犬じゃないぞと思って、もっとねなんか小さいっていうか、こう背が低いんですよね。だからあれなんだろうって思いつつ、まあ、ちょっとね違う方向に僕も歩いて行ってしまったので、そこはあまり見えなかったんですけど、で撮影してね戻ってきた時にまたその方とお会いしちょうどねお会いすることになったんですけど、とてもね可愛い動物だったので、ずっと見てたらその動物もね僕の方をちょっと興味持ってくれたんですね。なんとなく逃げずにちらっと見てくれたので、まあ、その飼い主の方にちょっとだけ、お話を、まあ、声かけさせていただいてお話をしました。動物はですねイタチ科になりますけども、フェレットという動物だそうです。とてもね可愛らしくて、なんか茂みの草のね茂みの中が好きでっていう、こうどん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 草の茂みの中に入っていってましたけども、散歩もね今日やっと3回目の散歩ということでね、とてもなんか飼いやすい動物らしいですね。で後でネットでね調べてみたら、本当可愛い動物なんですけどもね、またお会いできればまた写真撮らせていただければなと思うんですけども、撮らせていただいた方ありがとうございました。写真をねお渡しするタイミングがちょっとなかったのと、あと、まあね、このねご時世にご連絡先を聞くのもっていうのもあって、まあ、女性の方だったのでね、あえてそういうことを死なずにですね、私が YouTube もやってるのでそちらで写真使わせていただいていいですかということでね、承諾を得まして、今日はね写真をねちょっと載せてさせていただいてます。他はですね、まあいろいろともう秋の感じまだね残ってる落ち葉とかですね、いろいろと目についたもの、まあ、どうしてもねどうこう近くで撮ってるのに似たようなね写真になってしまいますけども、今日はすごく天気も良かったので、なんかねそのコントラスト陰影のある写真っていうのをねちょっと意識しながら撮ったりもしてました。ということでねこの後写真をね見ていただければなと思います。XE3 やっぱりねこの小さいサイズのカメラ普段持ちには最高にね、いいですね。シャッターフィーリングも結構気に入ってるので、これからもですねもっともっとこれ使っていきたいなと。でこの EF の単焦点のこの3本もね、かなり優秀な感じで使えてるので、むしろもう1本 85mm ぐらいを、購入すれば単焦点4本でねスナップポートレートいい感じで撮れるんじゃないかなってねちょっと今思っていたりします。ということで写真を見ていただければと思います。ありがとうございました。